公園寺は、愛媛県西条市小松町南川にある、新言集計の単立寺院。三号は、千段山。陰号は、京王院。本尊は、大日如来。四国八十八箇所霊場の、第六十一番札所であり、小安大師の寺として親しまれている。本尊新言、御浴びらウンけんばラゃらだど、番号栄華、後のよう思えば、前いれ公園寺止めて止まらぬ白滝の、 水の教員、当時本尊、白滝不動明王三号にもなった仙壇の花寺伝によれば、陽明天皇の病気平与を祈願して、聖徳太子が混流し、天皇からは教員の直後を賜ったとされる。天平年間には教気が直後大道年間には空海が殉尺中、当時の門前で身をもの夫人が苦しんでいた。空海は先団の功を絶いて、 家人移動をすると元気な男の子が無事に出産した。また、先段の甲を焚いて、安山、子育て身代わり、女人成仏を祈る四聖岩のごま手法をした。以来、安山、子育ての信仰の寺となったという。実際の創建年は不詳であるが、奥の院の白滝不動から北へ行った、海岸あたりで中山川下流に大日という場所があり、そこにあった、大日堂が、 白滝不動で修行する人たちの農協所になって、さらに、大日如来を本尊とする寺になり、現在地へ移ったとも言われている。天正年間陛下にあって消失したが、江戸時代に入り、小松藩主一柳氏の家を得て、寛永年間に再興されている。また古くは、甲賀も神社の別当寺であったとされる。1903年住職になった、山岡水園。 大和直により、1914年に本堂を再興、大正7年に小安港を創始し、全国は愚か海外にまで行員を拡大し流星に尽力した。1976年本堂は、妙雲寺に移築され、その跡地に高さ16メートル座席数6 2 4の鉄筋コンクリート造りの大聖堂が建立される。小安大師山道を進むと左側に、長椿場が、 右に主狼があり、その奥に変明堂、正面に本堂と大指堂を兼ねた大聖堂が立っている。大聖堂の右側に昭徳殿と小安大指堂がある。大聖堂の外の前に大きなろうそく線香立てがあり、それらを灯してから大聖堂の向かって右から外階段を上がって二階ホールに入る。中は舞台と観客席があり、舞台中央に 前立本尊の大きな金色に輝く、大日如来が鎮座していて、秘仏本尊はその後ろの寿司にひっそりと置かれている。大師像は、舞台右の寿司の中に建て祭られている。最上指定文化財鉄道バス道路城滝四国八十八箇所、六十横峯寺六十一公園寺六十二、宝樹寺本元山部法院東工房久明寺久明寺の前系本尊は、千珠観音、当初は、 公庄集であったが、工房大使が登竜し新言宗になった。詳しくは、久明寺を参照安楽寺の部財天同郷王さん宝居県、安楽寺行記が冷戦を発見し草案を、結び本尊の阿弥陀如来神社で、松山の桂月氏が、拝殿に、日本三大部財天より、頭上にとぐろを巻く白蛇を乗せた一面八肘の部財天を勘定した。 住職が在籍であれば、農協主員をいただくことが可能である。なお、かつては、別在天堂内にて農協が行われていたが、現在の農協所は、法上となっている。ご栄華、安楽のお寺に別在ましまして宝池の井に神谷宿蘭、農協院、当時本尊、四国七福神、別在天井よ小松インターチェンジ入り口より、松山方面へ、 国道11号線を 7.3km 行った国道脇にある。ありがとうございます。